はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日は箱根の私の施設の方に来ています。この施設を大型リフォームをしたので、今日はリフォームをし終わった部屋の写真撮影の様子を撮影してみたいと思います。今現在はまだ片付いてはいないです。まず最初にリフォーム前の部屋の様子をご覧ください。もともとはこんな感じだったんですけれども、とても綺麗になりましたよね。これから小物を使ったり、お花を使ってより集客しやすいような写真を撮影していきたいと思います。今日活躍してもらう写真撮影用の小物たちです。この小物たちをうまく並べて写真映えするように撮影をしていきたいと思います。まだ部屋は散らかった状態です。こちらのキッチンはもともとキッチンではなかったところに、新たにこのリビング空間としてキッチンを取り付けました。もともとキッチンがあったこちらのスペースがキッチンを取り除いて完全な洗面所になっています。まずはここからやっていきますね。
Thank you.